お願いお願いだからこの剣はオフィーリアとの絆の証私は約束したのですもし道をたがえるようなことがあれば刃を持って止めてくれるようにと今は書斎にいるはずの時間じゃないのでも私のところに来てくれてその 嬉しい。立派な騎士たるもの。部屋の掃除はこまめにね。はい、これ。君の洗濯物。子供好きなのかって。別に、そういうわけじゃねえけど。ガキの扱いには慣れているからな。<laughs> あいつらも生きていたら、こんくらいだったのかな。スマイル全開あ、よしさん。 今ね、笑顔の練習をしていたのよ。笑顔の仮面は、ちょっとした表紙ですぐ撮れちゃうから。気をつけないとね。あっちゃー。もうこんな時間か。絵を描いてると時間感覚が鈍ってしょうがないの。おかげさまで自分の歳も忘れちまったよ。別に興味はないけどさ。トリックショット、ファストドロー、もちろんロングショットも。 私に苦手な技は一つもないよ。まだまだ君に見せてないのもたくさんあるから、期待してていいよ。とある国の医学では、論より実を推奨すると言います。私も、実践によって皆様のお力になれたらと思います。ご主人様、いですよ。妹のケルベロスが起きちゃいますからね。 かくれんぼしていたら、寝ちゃったみたいなんです。領主フォルティナを知りませんかい,いえ、用はありませんが、その、そばにいないと、心配で。苦行の先に、真の幸福はあります。あなたに幸あらんこと今日配るお花を選んでいるの。赤いお花は、 明るい気持ちになれそうだけど、黄色いお花も元気をくれるような。漁師さんは、どっちがいいと思う今はあんたもいるからね。みっともない背中を見せないよう、気張らないと。頭の教えを受け継ぐ、最後の一人として。ね。いらっしゃい。今今はストレッチをしていたの。 教え子の猫耳娘にだらしない動きを見せたくないから、しっかりと体のメンテナンスはしておかないとね。う,うあのケーキ、すっごく美味しそうだったな。でも、ここに来てから美味しいものばかりで、お腹がだらしないことに。う,うでも、美味しそうだったな。調税、治水、町の整備。 決済いただかなければならない案件は、まだまだございますから、早く終わらせてしまいましょう。私もお手伝いいたしますので。この子エマちゃんっていうの、一番の友達なのよ。エマちゃんだけだよ。壊れないで、そばにいてくれるのは。魔女の村にいた時は、外の世界が、こんなに広いなんて思いもしなかったな。 あなたが連れ出してくれたおかげだねそんなにおねだりされたらお姉さんも本気出さないとね他ならない君の頼みだもの <laughs> ソルの焼いてくれるパンはとてもおいしいの今度また作ってもらう約束をしたのよ <laughs> 久しぶりだから 楽しみだわ。ほら、水をあげてゆっくり育てれば、花も咲くし、実もなる。私の力では、こんな風にはいかないんだ。まるかいてちょん。まるかいてちょん。あっという間に、クマさんの出来上がり。<laughs> こうしてると、本当に子供に戻ったみたいね。 いあたしもキラキラの女の子になって大活躍するにゃそれでタラもニシンもたーくさん食べるんだにゃうん何かのお世話してないと落ち着かないねえ領主ちゃんもっとだらしなーくなってあたしにお世話させてよ今から町へ買い出しへ行くので足りないものがないかメモを取っているんです マスターも何か欲しいものがあったら遠慮なくおっしゃってくださいね。お花を育てるためには、剪定といって枯れた枝とかを切らないといけないんですけど。うう痛いよね。ごめんね。寝てないよ。少しうとうとしていただけ。漁師さんのお膝の上、気持ちいいから。 ごきげんよう、漁師様。お庭をご覧になってください。お花がとても綺麗に咲いていますよ。うん、難しい。あえ、えっと、お裁縫をしてました。私、得意だったんです。こんな手になっちゃったから、前みたいにはもう、できないけど。プリマベーラという名は 思考の歌姫のみが名乗ることが許される、名誉ある名前なんでしてよ。この名を、私はお母様から引き継いだ。私に、母のような気高さがあるかは、わかりませんが。あ、ああ、眠い。えぬむかそもし何何 ええー、少ねの薬は嫌だよ魔女の力は心の力。力の暴走は心の暴走じゃ。魔女を救うということは、あの頃の心を救うということでもあるのじゃ。私は軍に属しているが、上には上の苦労があるようだった。領主殿の苦労は、わからなくもないな。一族に裏切られ。 この土地に来た時かような仕打ちをする浮世を恨んだこともございますされどまさに家福はあざなえる名はそれがなければ領主殿にお仕えできなかったのですからあの三人との関係かい あの子たちの故郷に滞在していた時期があってね。その時に知り合ったんだよ。何昔の話さ。異端審問官に捕まったお姉ちゃんは、ひどい拷問をされて、そのせいで。魔女と言っても、少し不思議な力が使えるだけで、他は同じ人間なのに。どうして頭の子。 気になるでしょう名前は、ハ、は、ー、あ、ちゃん破壊神の、歯から取って、ハ、は、ー、あ、ちゃんなんだ。あ、ダメダメ。起こしたら世界滅ぼしちゃうから。私、こう見えて実は、宿屋で働いていたんですよ。だから、帳簿をつけるのが結構好きで、今も整理をしていたんです。ん。<laughs> これはいいものですなぁ。久々の大物ですわ。こらこら、これは騙し取ったものじゃないってさ私がいない時は、代わりの護衛を必ず。平和、故郷の村を思い出す。一瞬の、閃光のように。 メメントモリ。